ねん。目が直らん。この距離やと分からん。あ、ほんま。多分。パチッて開けて。じゃあちょっとグロ注意ってことで。いやもう人の目ではないっすね、うん、怖い怖い怖い、なんか怖いよね。こっちはねちょっと治ってきたんやけど、上の血豆ぐらいかな、うん、いつ治るんだろうねこれ。そうね、目薬飽きたし、ね、飽きるとかいう問題じゃない。今日は大変でしたね。大変だったね。なんで大変だった？みんちゃんの、みんちゃんの不安を解消するために渋谷に行き、中野に行き。そうね。違う違う、まず違う、まず昨日大変だったから。そうね。いやもう明日も弁護士のとこに行こう。そうそうそう、あそうや、朝弁護士、弁護士事務所に相談してみたら、予約取るっつって。そうね、夜中に予約取って、で12時っけ、今日の12時から14時の間に電話かかってくるって言って、うん、でマジで14時にかかってきた、うん、マジで来た。普通12時にかかってくるよね。いや、大体ちょうどええぐらいじゃない。13時とかね、間で。なんかこう、ヤマトの配達指定とかでこう2時間刻みであるやん。うんうんうん、あれだってこう、その、例えば2時、4時って、4時に来たらめっちゃムカつくもん。わかるわかる、なんでやねんみたいな。なんか4時過ぎたら文句言ったろうって思ってたら。ほんまはあれ、こう、その、2時4時して、うん、で基本4時までかかるかもしれませんよぐらいで俺ら気持ちとしては頼んでるはずなんで、うんうんうん、そう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 、2時に来るんだろうけど、うん、まあ怒られんために4時保険ね、保険ぐらいの感じであれやってると思うんやけど、なことないねあれね、うん、まあていうのでね、まあ14時に、2時に電話かかってきたら、まあそれそう弁護士案件ではないと、まあまあまあそうね、あんまりね詳しく言うといろいろあるから、まあそうね、で手出したら何も言えんな、そうなんや、で渋谷に行って、で渋谷に行ったら実はそのビル内の目的地が、まあ、移転してたってことで、移転っていうか閉めたんか、閉店。あ、それは一個前の後かな、先にあのおじいちゃん、おじいちゃんの人に、あ、そうかそうかそうか、話聞いて、それはじゃあ OK だった、あれ多分もう2分ぐらいで解決して、うん、そうだから2分ぐらいで解決することを私はグダグダと悩む不安になっているという、でもう一個の不安を解消するためにその隣、そうそうそう、ほぼ隣みたいなビルに行って、うんうんうん、でまあ今コロナとかその緊急事態宣言のせいなのかな、ちょっとよくわからんけど今閉まってるから、まあ、中野に行けという話になり、上から中野結構遠いね。遠かった。中野久しぶりに行ったわ。あれ上から中野30分とは思ってなかったね。いや意外とかかるね。遠いのがなんとなく分かってたけど。もう中野の雰囲気はええなって思いながら。久しぶりやなって言ってね。一緒に行ったことあったっけ？いや、あると思う。あるか。いや、分からん。ほんまに中野ってすごい微妙。高円寺はめちゃめちゃ行くやん。うん、あ、そうね。めちゃめちゃってわけじゃないけど、まあまあまあ、ちょいちょい、まあまあちょいちょい行く。中野は私なんか昔よく、まだ一緒に住む前は友達が中野やったから、ああそうなん、遊びによく行っとったんやけど、まあそうこうして行って、そうそうそう、で中野の、ま
ね、それも、まあ、言えんことはないけど、でまあ一応問題が解決したというか、そうね、うん、ボロ泣き、そしたらボロ、じゃあ、あのね、あの何研修生って札してたけど、あのおばちゃんの方のがずるいねって、なんかこう、言い方がね、そうそう、優しそうで、気にね、やんでしまいますよねって言われて、こう一気にこう結界がこう、ふわっときてね、やられたよね、あれね、余計なこと言うなしと思いながら、ボロボロ泣きながらありがとうございました対応してくれてたのメインのね、男の人も こうって頭ね泣き出したこの子みたいな、で絶対これさ、あのその女の人の言い方的にもこの子めっちゃ若いんやろうなって思われてんだやろうなと思って、まあ、そう、あでも書類で何でも分かってると思う、あそうかそうかそうか、それ見てるか、そう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 、まあほんまに単純に心配してくれたんやなって感じか、うんうんうん、ああいうああいうおばあちゃんやなと思ったね、うん、思った、おばあちゃんまでこんなおばあちゃんじゃないよね、全然ないけど、まあでも結構初老ぐらいの方じゃない、あの人、ああいう感じの人はほんまに心理カウンセラーやった方がいい、あーもうめっちゃ向いてると思う、うん、そうね、心配だったよねとかあると思う難しいよ、その心理カウンセラーさ、なんか何件か私やったやん、ちょいちょいかじって今もやってるけど、その共感してくるのは嬉しいし、うん、まあされたいから話もするんやけど、うん、結果その解決にトントンと結びつかんことが、まあ、今まで多かったから、でもやっぱね、まあ、結局自分自身なんやけど、結局やっぱ悩みがあって、結局その悩みを解決せんと、うんうん、だから悩みを解決するのが一番いいよね、そのいや俺もね心配性でいろ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 、いや俺もすごい時あるやんもうほんまにわけわからんことで悩むみたいに、いやこれ初日もやばかったけどね目の手術の ね、 そうね、初日の夜も初日どころかさ、ちょっと1週間ぐらい前からでもお酒の飲み方とか酔い方とか見てて、まあまあそれはまあもともと緊張してたっていうのもあるんやけど、あそうそうそう、あなんてこと、じゃあ初日だってほんまに見えんかったから、うん、ああそういう話、いやここも見えない、ここも見えない、ここも見えないって全部見えんかったからさ、うんうんうん、でね、ニコちゃんでは言ったけど、ニコちゃんでは言ったよ、あ、言ったよ、あれ先生、あれ失敗した、少しずつ失敗してたよかな、あ、そういう話ね、そう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 、ほんでさ、もう俺はもうそれが初日でさ、ちょっと見えんだけで、あ、これもう一生見えないなみたいな謎のそうなるやん、我々はそうなるやん、あとあの、味覚ね、あそうそう、味が分からんから、味が分からんから、もうこれ分からんかったらどうしようかなみたいな、もうすぐなるよ、この赤いのも、もうほんまに何だろう、大丈夫、絶対それはもうこの充血も一生治らなちゃうかな、ちょっと微妙に思ってるもん、血がねやっぱり目は流れにくいから時間かかるよね、まあ、というわけでね、でその後今日は帰ってきて寝るっていう、二人とも疲れて寝るっていう、そして今何時、今何時、1時過ぎ、今1時20分ですよ、妙な時間に起きるっていうね、うん、でも今日はまだ一応睡魔が来とるからマシかなって感じ、 あ疲れた、なんかもういろいろここ数日溜まっとった、ありがとう、まあまあ、うん、はい、ね、本当にプロの意見を聞いて、プロの意見じゃないよ、だから普通に事実を確認する、事実を確認しに行くっていうのが、まあ、本当にもうどんな心配事でも一番いいなっていう、そうね、まあなんかあれやな、カウンセラーとかもそれの手助けやと思わんといかんだよな、なんか、あそうそうそう、こういう状態の時ってさ、なんかにすがってしまうから、うん、それがまずいんかもしれない、結局その人はプロさ、プロじゃないからさ、今回の問題とかは分からんやん、うんうん、そうね、で結局俺も心配ないよ、うん、心配ないよって言ってるけど、うん、まあ結局事実確認しに行って、うん、で俺も言ってるやん、いや間違いなくそんな心配はいらない、ここは客観視できるからね、うん、
何の心配みたいな。俺の目も思うでしょ。一生見えんのちゃうか。何の心配、さすがにいけるだろそれみたいな。遠の方にいて思うよ。確かに。で結局それももうこれ、まあ、あと3日目で、うん、まあ普通にとりあえず見えるようになってるんやけど、うんうんうん、まあ、そうならんとやっぱ解決せんな、ね、そうね、まあ、だから関節セラーはいりません。結論。まあでもこう道筋は立ててくれるから、うんうん、とりあえず関節もそうやって言ったらええと思うよね。何で心配になってるってなったら、うんうん、こういうことで心配、あだったら普通にそこに行って聞いたら安心しますよとかっていうのをやったらいいのに、なんでみんな選んだろうなって思って、うん、だから俺の方がよっぽど今回感じられた。そうじゃない、あとそのどこまで話せるかとかも、ま、私も多分そのあそんなカウンセラーなんか別にあの人殺したんで悩んでますとかでも一応守秘義務あるから何でも言っていいの。あ全然 そういう意味じゃなくて、うん、そのなんていうの気分屋だからさ、その時々で困ってることが違うというか、うん、タイミングカウンセリングのタイミングで言ったことに関しては今の人は、うん、ヒデみたいな感じで言ってくれる人やから今のとこ続けようと思ってやってるけど、うん、そのなんやろ内面的なことばっかり今のとこそこの人にはこう相談してるから、まあ、なかなか時間はかかるやろうなとは思ってるけどさ、うん、こういうなんていうの突発的なことってそのカウンセリングのタイミングの時にパッと出てこない、そう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 ってなると一番近くのヒデに言っちゃうからということは、そうまあまあまあそうね、いやそうなんよ、ということはやっぱりヒデのミュージックスクール最強ってこと。悩んでる、だってずーっと生徒と LINE してるから。確かに一日中生徒と LINE してるから。あのヒデの何やろう頼れる感がすごいよね、うん、そういう感じあるんやろうな。そうね、うん、別に立ってくれるの逆に嬉しいからね、うん、世話焼きやから。なんかこうやっぱすぐ動いてくれるっていうのはありがたいよね。そうなんです、そうね、そうね、なかなかみんなさ話はそうやねって聞けるけど、じゃあこうした方がいいから今から行こうとか、うんうんうん、なんかそういう風にはやっぱりできんというか、生徒でもね結構ねやっぱねうつで悩んでる人いて、うん、いやもうちょっと地方だったりするからさすっごい難しいよね。まあ、だからとりあえず LINE でこうやってしろこうやってしろとかって言って、うんうん、まあ直接会ってる人は実際にもうねレッスン中にやるよね。はい今からこうやって、まあちょっとこれも内容あんま言えんのやけど、ね、今日の帰りにここに行ってっていうんで、はい今予約してくださいって言って、だいたいうつ傾向の人ってもうできへんのよね。わかるわかる、めっちゃわかる。本当にもうだからもう強制的にレッスンでやらせるしかない。ちょっと話が飛びすぎてというわけで、ミュージックスクール最強ということで。ミュージックスもうミュージックスクールじゃないから、ね、ないな。これはねほんまにねライフスクール、もうライフスクールとか言う人はすっごいマジほんまに愛しそうやからやめよう。え、でもさ、なんかもうそっち方面も解説したら別にギター。いやでもね、めっちゃやろうと思う。だってニコちゃんでは同じようなことやろうとして、やろうとして。あ、そうか、それをあれか、教室にすればいいか。教室じゃないけど、うんうん、直接。いや、本当に、本当にするつもり、うん、絶対いいよね。誰よりもいろんな人の問題解決ができると思っているけど、まだ実績が少ないからまだ勝負できない、まあ、もうちょっと実績作ってかんと思う、そうね、まあ、そんな感じ。話が飛んだけど終わりますか。というわけで、でただねこれサブチャンネルじゃなくなったんよ。あ、そうなの。ちょっとね名前変えてみた。ヒデノリと愉快な仲間たちにっていうベタなのにするのはちょっと嫌だったんで、うんうん、あのまあ、このサブチャンじゃないんやけど、こうニャンとかポンとかもつるやん、ニャンとかもおるやん、うん、であっちの今やろうとしてるあの謎の企画とかもさ、ああそうか、あれまだやってないんや。ヒデノリの宝物っていうタイトルにした。一応登録者3000人ぐらいおるから、なんかこんな感じでやっていこうかなっていうやつです。ええな、うん。じゃあじゃあ。お疲れ様です。